ッキー、おだす、俺たちの一番好きな選手といえば、はい、正解。なんか来てこいって言うから何なんすか、もしかして関連すか。僕らのチャンネル大谷さんチャンネル、大谷英語 TV です。こっちのが絶対いいわ今回は、はい、またもや大谷さんに試練があります。いや前さ、伝説のメッシさんと知名度調査して、まあいい勝負したじゃないですか、うん、いい勝負で、やっとその山場を世界一の男と並んだのに、また何かあるんですか。大谷さんなら、まあはい、何でもいけるやろと思って、はい、サッカー界の世界一の男といえば誰でしょうか。正解ということで、大谷さん VS クリロナで、はい、外国人にモテるのはどっちなのか対決をしていこうと思います。なるほどね。いやこれはいい勝負しそう、うん、普通に。別にこれはなんか大谷さん好きやからとかじゃなくて、普通にいい勝負しそう2人ともまず身長高いでしょ、体格もいい、最近結構アジア人も人気あるという声はちらほら聞くので、大谷さんやっぱ顔も可愛いで結構有名なんで、これはマジでいけると思う。まあでもクリロナさんもね、やばいんでね。まあ王道を引けるんですかねやばいですやばいですやばいです。はい、ということでじゃあ勝者予想書いといてください。それでは最後まで見てな。その前にチャンネルアナリティクスを見たら、動画を見てくれてる人の中でたった 5% の人しか登録されてなかった。 YouTube2 年目に突入した今年はなんとか50万いやあわよくば70万ぐらい来てると思う。もしこの動画がええやんって思ってくれたり、オッケー頑張ってるやん、レンマの編集悪くないやんって思ってくれたら、ポチッと登録ボタンを押してくれると嬉しいです。ほな本編楽しんでな、バイバーイ。オッキーチャンネル。オッキーってさ、サッカーも野球も両方好きやけどさ、うん、大谷さんの凄さは日本人は確かに知ってると。クリロナさんの凄さってぶっちゃけあんま俺分からんねんけど、はい、あーなるほど、その顔とかは知ってるけどみたいなね。もうクリロナさんもね、皆さん大好きな超ストイック男なのでクリロナさんもな、もうね最強ストイックエピいっぱいあるんで、はいはいはい、ちょっと紹介しましょうか。みんなこのコーナー大好きなんで、まず一旦大谷さんからいきましょう。大谷さん、高校時代完食時に他の人はおにぎりとか菓子パンとかを食べていた時に、一人だけなぜかプロテインのシェーカーで豆腐を持ってくるというね、まあもうイカれた技を披露しました。これが大谷さんですね、まあ、なかなかストイックですねはい、はい、でクリロナさん負けてないですよ。クリロナさんのストイックエピ、昔あのサッカーの試合終わった後に同僚を家に誘ったらしい。ご飯食べようよ。クリロナさんといえば超金持ち、家もとんでもないとこ住んでると、みんな超期待らしいうん、すごいのが出てくるんやろ。いざ家行って出てきたら、サラダ、味なしの鶏胸肉、水が出てきたらしいです。で、あこの後かピザとかってみんな思ってたらしくて、うん、じゃあそれ食べた後に、よしじゃあ今から外で練習しようって言って庭で練習させられたらしいです。怖いわ、っていう怖いわ鬼畜ストイックエピがあるんですね。まあ、他にどんなことがあるかっていうと、試合後も絶対に食事には出かけないらしいです。すぐ家帰って必要な栄養素を取ると。最低8時間の睡眠は絶対に欠かさない。絶対ちゃんと寝るよ、ね、そうプラス1日5、6回の健康的な食事、5、6回、5回の昼寝、5回決まった筋トレっていうのを毎日必ずやるらしいです。ストイック覚悟やな。ストイックです。もうだから大谷さんに負けてません。彼は彼らのレベルまでいくと、やっぱこういう人物出来上がるわけです。なるほどな。それしかやってない。全てを捧げた最高傑作、それがクリロナ。なぜか顔もかっこよかった睡眠と食事をね、やっぱ絶対におろそかにしないっていうところは、ここはやっぱこう成功者にはね、やっぱ共通してるところかもしれないですね。そこは皆さん頑張りましょう。僕らも頑張るんで、それは見習ってね。レンマ君予想どうですか。ちなみに今回ぶっちゃけ言うと、はい、クリロナなんちゃうかな。まあそうね、俺もぶっちゃけ僅差の差でクリロナかなーとも思いつつ、大谷さんに勝ってほしいなみたいな。でもクリロナに唯一戦えるのは大谷さんだけなんで、本当に俳優さんとか歌手とかは多分勝てないんで、知名度的にもね。そうですね、知名度的にも、あとやっぱ外国人の好み的にも、うん、絶対勝てない。彼が唯一やっぱ戦える男です。確かに。では行ってきましょう。レッツゴー。オッキーチャンネル。 Where are you guys from? 台湾。台湾。 I'm showing a two picture of the guy and I want you to pick like which one is more handsome. Okay. Okay. So first guy is this oneYou know it, right? Yeah, yeah. Cristiano Ronaldo. Big muscle. And like that clothes. Okay. Next one is this guy. Ah. You know it? Yes, baseball. It's a baseball. Yeah, baseball player. Japanese. Yeah, yeah, Shohei Ohtani. First one or second one? Which one is your type? Okay. First one. First one. Oh, okay. First one. First one. First one. Oh. First one. Oh my gosh! Ah! なんでだOK, can I ask you why?
Because we seldom see the foreigner, so we think it's very fresh. Okay, thank you. Thank you for your time. Have a great time in Japan. Okay. Bye, guys. Bye, bye guys. You guys are from Taiwan? Yes. Taiwan. Oh, Shiro. Okay, so yeah, Korean adult. Okay. Which one is more handsome? What? 厳しいですね。Where you guys from? Mexico. So, first one, the second one. Which one is more? The second one. Second one? Yes. How about you? The first one. First one. Okay. Can I ask why? I don't like football and I don't like Cristiano, so... Why? Too popular? Yeah. Okay. I don't know. Okay. How about you? Because he's one of the best players soccer. Where are you from? Australia. Mm-hmm. So, one or two? I think they're both probably on the same level. On the same level? Thank you so much. Where are you guys from? Dallas, Texas. Texas. First one or second one? Which one is more? The second one. Okay. Oh, really? 2 points for Otani-san. Okay, can I ask why? He's taller. Uh-huh. His muscles suit him better, I think. Oh, yeah. Ronaldo looks older. Yeah. So, yeah, he looks like an old man a little bit. Yeah, so, he's like 37, 38 maybe. Oh, okay. Yeah. And then the second guy is like just turned 30. Mm-hmm. But he's like 29 or something. Okay. Yeah. Yeah. He looks younger. Gotcha. Oki Channel. Yeah. そうっすね。あとなんかやっぱあれっすね。日本ってこうどっちからも男性からの方が人気やから、国としては。やっぱこう女性縛りになるとね、いつもよりだいぶ難しいね。難易度今回高い。だってもう3時間経っちゃってるもん。まあまあなんか企画がさ、我々は結構楽しめる企画やから。ええねんけど。あ、来てくれる。韓国人。見れ OK。よし。来てくれる。カムサムリだ。楽しみです。ケイカムサ。One or two? One. OK? Two. 日本人ですか？日本人。あのベースボール。ベースボール。ハンサム。あのやり直しというか、そんなことあんねんな。おもろい。オッキーって結構さ、いろんなスポーツ見てるけど、スポーツめっちゃ好きな理由って何なの？やっぱ刺さるんですよね。僕らが見てる試合ってさ、一部や。ちょっと重なるというか、勝手に重ねんないけど。動画じゃないところでさ、めっちゃ時間かかってるわけやん。確かに、間違いない。撮影も5時間かかります。そこから編集がまた何日って単位でかかるわけやん。で、それがようやく動画として出ますで見られてるのがあの10分みたいな話じゃないですか。で、スポーツ選手も結構似てるやん。ぶっちゃけ1回の試合でさ、自分がプレーしてる時間ってまあそんな長くないわけやん。で、それまでの準備がめっちゃ長いわけじゃないですか。だからそういうのを見て、で、結果出てない時とかを見て、なんかどういう風にこうクリアしてってるのかな、なんか支えになるんですよ。なるほどね。まあ自分にちょっと投下してるというか、ね、そうやっぱ大谷君のああいうのとか見たら、うわこんなことで弱音吐いてるわけにはいかねえわってやっぱ思うやん。あの人とか年単位で結果出ない時とかあるやん。年単位で結果出なかったのに頑張って MVP です。そんなことあるんやみたいな。だから俺たちもちょっと MVP になれるように確かに頑張ろうぜ。頑張ろうぜ、はい、ただ俺はまだ一刀流やからさ、もう一刀流増やさなあかんから、なんか並ぶためには何しようかな。たこ焼き屋とか。あ、逆にたこ焼き屋とこれやって両方うまくいったら二刀流や。はい、ということでじゃあ続き行ってみましょう。 Let's go! オッキーチャンネル。オーストラリア。オーストラリア。 Yes. Okay, got it. With style. Oh wow, okay. He plays in the US now. Okay. Like baseball? Yeah, baseball. Ah, I think I've seen him. Yeah. Number two? Oh, wow. Number two. How about you? Two? Oh, yeah. Okay, number two. Oh! Yes! Can I ask you why? I think like the height as well and the muscles. I feel like he's definitely more handsome than Ronaldo. Really? Sorry. Ooh. Sorry, Ronaldo. Height is more important. Height is quite okay. Yeah. In Australia. In Australia, everyone's tall in Australia. So, yeah. Good to know. I'm trying to be more like. Oh, no. That's like we have to change yourself. Have a great trip in Japan. Thank you. Bye, guys. Where are you from? Argentina. The first guy is this one? Yes. Cristiano? Yes. Yeah. I mean, I guess Argentina, like people in Argentina don't really like him. We don't like it. Because you have Messi. Yes. And second guy is this one. So he's from Japan. I prefer him. He has a different beauty than we are used to see. Ah, okay. Because he's like Asian. Yes. Ah, okay. There's no Asian people in Argentina. Ah, in Argentina. No. 大きいチャンネル。中の結果発表。はい、めっちゃおもろい。並んだ。並んだ。22対22や。マジで。
いやアルゼンチンの人めっちゃおもろいな。私たちはクリスティアーノが好きではありませんってちゃんと言ってました。まあそりゃそうですよね。でもそんなもあっても22対22、あの、うん、撮影ダメな人も結構多かったんで、次の人で決めますか。じゃあこれで頂上決戦、はい、はい、次どっちが選ばれるかで今宵の勝者が決まります。オッケー、どう思う。レモン、ここまで来たら大谷さんが勝ってほしいな。確かに、いやでもすごい、あの快進撃、後半の快進撃すごい。うんうんうん、でもここまでのデータを見るにアジア人に聞くとクリスティアーノ、うん、そうじゃない人に聞くと大谷さんっていう感じなんで、うん、でも均等に聞いてるから、ね、そうっすね、公平なジャッジ、はい、最後の戦いやりに行こう。行ってきます。行ってこい。大きいチャンネル。 Where are you from? Australia, Perth. I'm showing a picture of like two handsome guys、yep. and I want you to pick which one is more attractive. Okay. First guy is this guy. Yep. Everybody knows him. Yep. And big muscle. And good style. The second guy is from Japan. One or two, which one is more attractive? Two. Oh my! I mean, can I ask you why? I like the color of his skin. Oh yeah, color of skin. And he's really tall and muscly. Oh, okay, but like, you know, Cristiano is also tall and muscly. Yeah, but... I don't know, looks fake. His abs look fake. Eh? Mia-san! Shohei-ga! Yaiusha! Cristiano に唯一競り勝てる男は彼だけだったということで。結局ね。次は、どんな敵が翔平さんを待ち受けているのでしょうか。もうなんで次やっとし検証あればぜひまたコメントで教えてください。よろしくお願いします。ファンの皆さんは、そしてそうじゃない皆様、ぜひフォローよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。